違うの。マジゴールド。1枚当たってよかったと思って。はい。こちらね。1枚は忘れた。パックラーが入ってるパックラーをさっきからこの感じ。パックラー。パックラー。みんなにゴールド、なんちゃらの、ついてくる。5バックぐらいの中に。これも何段目やから当たるか分からない。だからあの高さ。どこにでも出てくる。エリーブが1枚出ました。全然出てないし、早めに買っとかないかな。これ本日買いに行ったけど200個しか買ったんだ。見てるよ、190円。インターネーション買いに行った。やば、俺しくはスタンバイ見てるだけでヤバいって言ってますよ。結局です、結局さ、俺のほうがいいやん。ビールも買わへんもん。最初取れねえ、取れないって。最初取れねえ、その脆弱なカードじゃないんだよ。な、脆弱な、脆弱なカードじゃないんだよ。何だよ、何だよ、やりてるのか、何だよ、わからない。1、ナイス。すいませんね、これでは3000個早いな、出るの早いな。なんで止まる、対象取るの遅れてる。雑魚多い。対象取るのとか3期までだよ。取らないの、これよくあるね、そこめの真剣ねえから。強いのやつや、キュートなんだよね。怪獣投げろってことですね。ソウルよこせ、倒せ。だからサイズあんな怪獣いっぱい。みんなが飯入れてんの。分かれへんもん。飯入れだけじゃねえ。色々入ってる。色々入ってる。なんかラマル入れてたり。ラマルは使う。3体やったか。アナコンダ巻き込んでいけるらしいよ。なんか、普通に殴れば死ぬし、最終手段らしい。突破できワンチャン。ワルソ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 ワルそれを発動するとか、これが流行るとワンチャン大正義が流行る可能性が見れそう。見れそう。ワンチャンないかな。よく言うじゃないですか。打つかどうか考えます。打つかどうか考えます。打つかどうか考えます。ドラマジしてるからあんまり見えない。今日最後、今日最後に1回だけ見たけど、それぐらい全部ドラグーンが出てる。ダメだ、無理やで、こんなん帰るって言うわ。何そのドラマジだよ。これ、深夜とサイバーエンド、別にサイバーエンド、サイバーエンドっつって、サイバーエンド、うん、ワンチャン、ワンチャンシーン入れるのもあり。サイバーエンド、サイドに入れるのもワンチャン。何出たトリックスターが、いけるけど、いけるけど、いけるけど、ないでしょ。いや、ワンチャンあるよ、4000だって。シンプルのさ、ドラグーンでドラグーンぶち殺せよ、それ。少し声見ようや。サイドで考えるしんどい。ブラマジっぽく言いましょうか。来週から持ってくるわ。これで言うたらブラマジじゃない。でもレッドアイズ要素は、ドラグオブレッドアイズ、ブラグマジシャンですから。忘れてません。レッドアイズじゃないんです。レッドアイズはその単体がおかしい。ジョノウチ君泣いてますよ。ジョノウチ君喜んでる。
友情やから、はい、めちゃめちゃ油かなぐらい今ほどが違うレバル返せ、レダメレダメかまいレダメチームでしょ。すべての国にはアナコンダやったな。さあ、どうしましょうか。これ、どこにあるときに話してもいいと思う。次の選考会議、いつやった4月。いやー、そしてやろ、こいつら。アナコンダはしまいよ。制限にはやらない。ドラゴンも制限何かな。でも、アナコンダ制限意味なくない結局。いや、結局2枚使うんだから。2枚使うんだから。でも、制限も意味ない。伝えてしまったんで一緒すぎや。めっちゃ系、1回だったら1回だったら終わりやし、結局アリバイバーみたいな感じになっちゃう。あれあれお、あれ贅沢あれありがとう。あれは絶対ドラゴンみたいだったありがとうって言われてる。ゴミやん。あれはドラゴン2000です、2000。さっきのやつだった。いや、一切言わないから。いや、あれ絶対2体出す。待って、これ3回目で3回目で。あ、20宿やん。20宿やん。4600。あったらん。あったらんわ。調子乗っとき。あったらんわ。よかった。平均で。あああ、そう。1枚か。1枚。あ、本当機能ないね。あーごめん、意味がないわ。どうせ破壊できない。行きましょう。行きます。あーちょっとな、攻撃力上がってたら強かったな。あぶね。ちょうど先端に次元がちゃんと終わらなかった。あれはどうやって超えるか。ファイトチェーンかサムメイン。あ、バレへんやん。いやいや、もうどうにかしてる。いや、なんとかしないと。なんとか突破点をつく。なんとかしないと。でも一回無効にしてくれたらな。全てじゃまる。とりあえずドラグに入れないと人権ないらしいんで、ドラグに入れます。熱いよ、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 熱いよ。あ、そんな強くなかった。モンスターの効果の対象になるのに。モンスターは、このカードは、モンスターが1回ずつ自己ができる。これ、ユーザーの対象と、自分が追いながら、モンスターに対象に対象と、対象のモンスターの効果を攻撃対象の効果を使うと、そのカードの効果に対象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 に出る。殴られた時にリングスターして結局破壊して結局使い道はなかった使い道はなかった。ダメじゃん。けどあの2回目のあのドラグーンに対しては強いです。破壊されへん、最初対象取れへんし、破壊されへんして3500円だったら打点勝てへんし。髪をどうやって対処するか。ヒットいっちゃったかな。どっちかな。並んでる。いや、でも先行はいいですか。先行はいいですか。
マルキュールが成功。ガラジンが割れてない。ガラジンはね、アナコンダが割れてない。アナコンダが1枚割れてない。2枚だけだね。だって、ウララ通らへんの。ほんまにおかしい。ちゃんと入れてんねんで。俺もさっき1枚買ったな。ディクトカメもちょっと買ったんですけど、2本ともなんかあのディクレアの新規のシークレットでした。あ、欲しかった。おしゃい。ありがとうございます。こっち送るか、こいつか。の前に、6000円。いらんのか、これ。これは。知らんわ。え？消えていったぞ。準備して、次のターン準備や。次のターンないと思う。いや、来るから安心しろ。ブラマジですよね。安心しろ。あ、そう、はい、大丈夫や。そうだよ、いいかな、次のターン。わざわざさらちにしてまで。大丈夫、大丈夫。何で違ってますか？これどこか。名前入れました。名前入れました。何が？名前と紹介しました。3枚です。1枚だけど。じゃあ、ダメージ受けますか？受ける。え？ないよ。ダメージ受けるよ。え？ダメージどうダメージは、あの、じゃあこれが3枚以上ですから、それはレベルなんですけど、避けないですか？この辺は、はい、あんのかよ。はい、ないない。うわ、結局そこに行く。これで環境破壊を楽しいぞ。マジでな、これが悪い。環境破壊は楽しいぞ。こいつの召喚条件もうちょっと高くてもよかったと思う。ゆるすぎやろ。例えば、例えば、例えば、融合を含むモンスターみたいとかやったらどうや。プレイでプレイなんか言うやん。プレイでプレイと2体やったら、ユーゴールドモンスター2体やったら割と、それやったらプレイドアブランドを入れて、ドラグを入れたらいい。プレイドアブランドを入れたら、それやったら結構きつすぎる。ユーゴールドモンスター2体は割と、それやったらそれやったらまあ言ってるかな。2体はきついな。はきついな。てか、だからリンク踏まないと並ばんやん、融合も。そうなんだよ、これ。それ、やばい。これ、やばい。精神操作でこれはこんな活動やけど、ハグが止めますよね。何これ、これは3体操作の方針を使えてやった。これは物価に使われて似ていいから、これは白いよね。無理無理。何枚やったらいいか、こっちから。やった、飲みながら。こっちから。自分相手はこっちから2000円買う。いや、じゃあ、チェンチェンチ。ああ、こんな高かったんやね。2枚目も買った。1枚でいいや、どうせ1回しか出さないんだから。 M 決まれや。白ブイヤス、ブイヤス桜に消されんじゃん。ミヒロもう1枚しか使わないし、別に飛んでもこっち使うからさ。飛んでもこっちでもあるだけだから。そうだけど。うわ、やばっ。
おーまずは テロベイン1枚しか見ないんですけど、いいですか？俺はそれやったらキャンディナー、キャンディナーに1名名前キャンディナー、キャンディナー1名です。もう結構いっちゃうんですよ。なんならデッキ41枚ですよ。それはそれ、俺はしない。これ40枚強化です。宗教上最初は人間持ってるんですけど、41気合いやから。3人だと3人は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 
から抑えてマジですこっち頑張ってるのにこっちも頑張らんでいいから光景すごいよなと見ろこの余裕のある空格をお疲れですと4枚引いてろ、はい、3枚引いてろ渋いおーこれで取ってろこれ使ってて楽しいですか？常識が壊れる。